最新のニュースをお伝えします。テレ朝ニュースから昨日23時30分のニュースをお送りします。東京都で初めて新型コロナが原因とみられる10歳未満の子どもの死亡が確認されました。都によりますと、死亡が16日に確認された10歳未満の女の子は発熱の症状があり、陽性判明後入院していたということです。基礎疾患はなく、新型コロナが原因で亡くなったとみられます。16日東京都が確認した新型コロナの新たな感染者は8636人でした。 JWEB ヘッドラインニュースから昨日18時のニュースをお送りします。外務省のソン・イルホ大使が2002年の日朝平壌宣言は日本が制裁により白紙状態にしたと主張したことに関連し、松野官房長官は記者会見で国交正常化を目指す方針に変わりないと強調しました。第2次岸田改造内閣で新たに入閣した閣僚14人の就任時の保有資産が公開され、寺田総務大臣が最多の3億217万円でした。これは留任した閣僚含め最多です。総務省は NHK が去年の年末に放送した BS 番組川瀬直美が見つめた東京五輪で誤った字幕をつけた問題で NHK に注意の行政指導をしました。森友学園問題をめぐる決裁文書の改ざんを苦に自殺した財務省近畿財務局の元職員の妻らが財務省元理財局長ら3人に対して虚偽有印公文書作成などの疑いでの告発状を東京地検特捜部に提出しました。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて308円26銭安い27,567円65銭で取引を終えました。現在の円相場は1ドル143円38銭から39銭で推移しています。以上、小池のお伝えしました。日経から昨日18時30分のニュースをお送りします。9月16日夕方の日経 AI ニュースをお送りいたします。今のニュースはこちらです。最初のニュースです。ホンダは宇宙航空研究開発機構の月面探査車の開発に参画します。これまではトヨタ自動車が協力しており、動力源の燃料電池でホンダの技術も活用して共同開発します。アメリカ主導の有人月面探査アルテミス計画で2029年の導入を目指します。アメリカは宇宙技術の開発で民間企業を活用し成果を上げています。日本も企業と連携して宇宙開発の国際競争力を底上げします。2番目のニュースです。敬老の日を前に厚生労働省は16日全国の100歳以上の高齢者が過去最多の9万526人になったと発表しました。9万人を超えるのは初めてで、昨年から4016人増え52年連続の増加です。全体のうち女性が8万161人と 88.6% を占めました。男性は1万365人、最高齢は115歳でした。3番目のニュースです。アメリカのアップルは16日新型スマートフォン iPhone14 シリーズを発売しました。全国の販売店前では開店前から行列ができる店舗もあり、今後の値上がりを見越して上位機種などを買い求める購入者が目立ちました。最後のニュースです。大型で非常に強い台風14号は16日日本の南の海上を西寄りに進みました。3連休の17日から18日にかけて沖縄や九州に接近し猛烈な風としけになる見通しです。その後進路は東寄りに北上して列島を縦断し、北日本まで大雨や暴風となる恐れがあります。以上、日経 AI
ラネックスから昨日6時30分のニュースをお送りします。スポーツから芸能までホットな話題をお届けするスポニチニュース。おはようございます。9月16日金曜日、今週もいつも金曜日を担当されている関智人さんに代わりまして、私月曜日担当神保ボンジェがお届けいたします。それではスポニチから本日のニュースを5つお伝えします。ソフトバンク、ついに優勝マジック点灯。2020年休止の河村さん命日に柳田捧げた豪快弾。41歳和田、通算149勝。ソフトバンクは昨日の楽天戦に勝って5連勝、今季129試合目で優勝マジックが点灯しました。先発の41歳和田は5回無失点の好投で6勝目、日本プロ野球通算149勝を挙げました。オリックス能見引退発表。本日会見。古巣阪神との一戦で健在ぶり見せつけたが、18年間の現役に別れ。オリックスは昨日、能見篤史投手が今季限りで現役を引退することを発表しました。今日引退会見に臨みます。能見は阪神で選手として16年間、オリックスでは投手コーチ兼任として2年間、ヤクルト石川と並び、今季はプロ野球現役最年長投手としてプレーしましたが、18年間の現役生活に終止符を打つことになりました。森保ジャパン、代表キャップ唯一ゼロの瀬古歩夢を招集。森保監督、今回のグループに入っても活躍できる。日本サッカー協会は昨日、11月のカタールワールドカップに向けたドイツ遠征に臨む日本代表メンバー30人を発表し、ディフェンダー瀬古歩夢が招集されました。瀬古は1月の国内組合宿で A 代表に初選出されましたが、体調不良で辞退。23日にアメリカ戦、27日にエクアドル戦を行い、ワールドカップへの予行演習とする今合宿でメンバー入りへ食い込みました。37歳の玉鷲がまた金星で初日から5連勝。今年4個目、通算7個目、すぐ決めなくちゃと思って。大相撲秋場所は昨日、東京両国国技館で5日目の取り組みが行われ、東前頭3枚目玉鷲が横綱照ノ富士を寄り切って初日から無傷の5連勝。玉鷲は今年4個目の金星となりました。ハンターハンターの富樫義博氏、セリフも順調。連載再開前進に国内外のファン歓喜。長期休載中の大人気漫画ハンターハンターの作者富樫義博氏が昨日自身のツイッターを更新。左下に15と数字の載った原稿用紙の写真とともに、ナンバー397、セリフ清書完了と報告しました。ハンターハンターは2018年11月26日発売の週刊少年ジャンプ52号に掲載された390話を最後に3年以上休載しています。以上、スポニチから本日のニュースを5つお伝えしました。改めましておはようございます。今週もいつもは金曜日を担当している関智人さんに代わりまして、私月曜日担当神保ボンジがお送りしております。なんでもね、関さん2週連続でお休みで、ちょっとご心配されてる方もいらっしゃると思うんですが、一応ご本人のために言っておきますと、なんか全然お仕事でたまたま被っちゃっただけらしくて、全然元気にしてらっしゃるのでね、そういう心配はよからぬ心配は一切不要ということ。関さんのファンの方はね、来週になったら関さん復活されるはずなので、はい、ぜひ来週までお楽しみに。今週と先週はね、神保ボンジがお送りしております。というわけで、本日金曜日、今日頑張れば来週はシルバーウィークでございますよ。シルバーウィークですよ。というわけでですね、まあ、暦上で考えると、一応普通のカレンダー通りでいくと、月曜日が敬老の日、そして金曜日が秋分の日ということでですね、
まあ連休3連休3連休という感じになるのか、もしくは火水木と休んじゃってなんと夢の9連休という方もねいらっしゃるかもしれません。シルバーウィークの予定、あなたは何かありますか？最近はね、すっかり9月に入って過ごしやすくなってもうお出かけ日和って感じなんですけど、ちょっと今のところ、お天気がシルバーウィーク中のお天気の予報が、ちょっと雨模様が多いんではないかというような予報になっておりますけども、いや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 、もうみんなが力を合わせてパワーで晴れろっていう風にね演じれば、きっと晴れてくれるのでね、そこでちゃんとシルバーウィークのお出かけとかしたいですよね。ドライブとか遠出とかしたいですよね。9日間休みなんかになったらもうがっつり旅行行けますよね。そのなんか日帰り旅行と言わず、結構海外は今ちょっと難しいか、コロナで、だけどまあ全然ねがっつりとした旅行行けそうですよね。もしあなたの予定、あなたのシルバーウィークの予定、楽しい予定があったらコメントメッセージ残してください。というわけで今日のニュースをちょっと振り返っていきたいんですが、まずは私野球が大好きなんですが、能見投手18年間の現役生活お疲れ様でした。本日会見をなさるということでね、もう能見投手は本当に、WBC なんかでも頑張ってくださってね、日本を代表するピッチャーでしたから、本当に改めましてお疲れ様でした。そしてずっと、まあ、セ・リーグはね、ヤクルトが独走状態という感じでしたけど、ずっともう混戦のパ・リーグだったんですが、ついにソフトバンクにマジックが点灯しましたよ。いやー、優勝マジックもソフトバンク点灯して、このまま勢いのままいくのかっていう感じですけど、いやいやいやと、そんなすんなり優勝させないよと待ったをかけているのがオリックス&西武、そしてその後ろにも楽天&ロッテ、つい先日までね、ゼロゲーム、ゲーム差なしで3チームが並んでるみたいな状態だったんで、そこからですね、現在、首位ソフトバンクがマジック11、そしてオリックスが、そこに2ゲーム差で追っていると、2ゲーム差で追っていて、さらに2ゲーム下に、セーブ、そこから 0.5 ゲーム差で楽天、そしてそこから 1.5 ゲーム差にロッテというわけでですね、優勝争いのみならず CS 争いも熾烈を極めております。これは今年はね、野球の話題、この終盤戦まで楽しいんですよ。何かというと、まあ、もちろん、もう現在、渦中の人というかね、台風の目でございます、村上宗隆選手がね、セ・リーグで、ホームランをバンバン打っておりまして、バレンティン選手の日本記録、塗り替えるのかという感じ、もうそして三冠王もあるのかという感じですけども、海を越えて、メジャーリーグでは大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手のMVP 争いなんていうのもありますし、さらにアーロン・ジャッジ選手個人でいうとホームラン記録、ヤンキースの球団ホームラン記録、そしてアメリカンリーグのホームラン記録を塗り替えるんじゃないかなんて言われているし、さらにジャッジ選手三冠王も狙える、そしてナショナルリーグでいうとゴールドシュミット選手も三冠を狙えるっていうね、今年はかなり記録が楽しいんですよ野球は。ごめんなさい、今の2分間ぐらい野球知らないと全然面白くなかったと思うんですけど、とにかく今年の野球はやばいってことだけ覚えておいてください。いつかね、今年のこの野球界がもしかしたらウィキペディアに乗りだねえかぐらい、勢いですごい記録が期待されるので、ぜひ期待です。そしてその中でもパリーグどうなるのでしょうか、期待です。以上、スポニチニュース金曜日、本日は月曜日担当のジンボポンジがお送りしました。それでは皆さん、Have a great Silver Week。ウェザーニュースから昨日18時12分のニュースをお送りします。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。9月17日土曜日の全国のお天気をお伝えします。台風14号は北西に進みながら奄美へ近づいていきます。沖縄本島から種子島屋久島にかけては大荒れの天気と徐々になっていきそうです。夜遅くは雨や風が強まり荒れた天気となっていきますので、早めのご帰宅をお願いします。また暖かく湿った空気が流れ込み、西日本の太平洋側でも雨が降りやすくなります。強まる雨やまた強風による横殴りの雨にも注意が必要です。その他の西日本や東日本も徐々に雨のエリアが拡大していく見込みです。関東などで
でも局地的には強まる雨や雷雨となる可能性がありますのでご注意ください。太平洋沿岸などでは高波などにも十分にお気をつけください。北海道は前線の影響で雲が広がり雨の降るところが多くなりそうです。ムシムシと感じられるところも多くなりますので体調管理もしっかりと行ってください。また台風対策は早め早めにお願いします。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。ニュースは以上です。
OK、Google、ランプ1を消して。